皆様はじめまして、ゆっくりおぷぬしです。ゆっくりフランだよ。今回は旋回トループだよ。頑張ろうね。はーい。じゃあブリーフィングだよ。今回の訓練は旋回だ。高度4000フィート、速度140ノット、方位0の水平飛行状態から訓練を開始する。まず操縦桿を右に倒して機体を30度から45度傾けろ。操縦桿を倒している間機体は傾き続けるぞ。必要な角度になったら操縦桿を元に戻せ。そのまま操縦桿を少し引いて高度を保つと機体は自然に右旋回することになる。機体の方位はヘディングスケールで確認することができる。方位0は36、方位180は18と表示されるので注意しろ。旋回中は速度と高度に気をつけろ。高度4000フィート、速度140ノットを保て。180度旋回して方位180になったら操縦桿を左に倒して機体を水平に戻せ。高度、速度、方位が正しければ完璧だ。右に曲がればいいんだね。行きます。規制、高度、速度に注意だよ。高度が低いけど、大丈夫かな。集中してるからな、フラン。頑張れー。バンクがきついぞ。傾けすぎだ。バンク、バンク、バンク。バンクがきついぞ。傾けすぎだ。バンク、バンク、バンク。方位180で操縦桿を左に倒して、水平飛行に戻れ。まっすぐだね。わかったよ。ウプ主、この人やってもいい。ちょっとムカついちゃったよ。これぐらいでムカついたらダメだよ。実際はもっと厳しいのだから。わかったよ、ウプ主。次も頑張るね。頑張ってね。今回の訓練は、ループ、いわゆる宙返りを行う。高度4000フィート、速度130ノットの水平飛行から訓練を開始する。T3 でループを行うには速度を150ノットまで上げる必要がある。エンジン出力を 100% にしてそのまま水平飛行を続けろ。速度が150ノットに達したら操縦桿をゆっくり手前に引いて機首を引き起こせ。この時機体がロールしないように翼は水平を保て。ループが始まったら G 表示にも注意して 2.0G から 3.5G を保つように心がけろ。 G をかけるには操縦桿を引き、 G を緩めるには操縦桿を戻せ。むやみに操縦桿を引くと G がかかりすぎる。そうなると頭から血が引いてブラックアウトになる。意識を失って操縦ができなくなってしまうぞ。ループの頂点に達して降下が始まったらエンジン出力
を 70% 前後に絞って速度が上がりすぎないよう注意しろ。水平状態に戻った時、訓練開始時と同じ高度方位を保っていればベストだ。最大までにして上がります。カサカサ動くあの虫、こんなところにいるの。違うよ違う、何言ってんの、裏で教えたよフラン。冗談冗談、ごめんね。あ、降ります。満点だ、よくできました。どうだ、よし、そうだ、それでいい。どうだ、ウプ主、100点満点だよ。この後、期待していいよね、ね。じゃあフランには、F14 の前席に乗ってもらって、空中給油訓練に参加しよう。空中給油って見たことあるよ。空で飛行機が合体してるのだよね。合体、ホーストプローブね。アニメじゃないから落ちちゃうから。そうか。ミスしたのでカット。改めて行くよフラン。飛行からスタートするから何かあったら言ってね。上昇、加速するから。わかった、楽しみだな。給油機が点で見えるから追いかけるよ。せっかくだから補佐するから、フランがやってごらん。シミュレーターみたいに突っ込んだらダメだからね。本当に、やったー。ゆっくり接近したらいいんだよね。やるよー。ここだー話ね。そこだー。ここだじゃなくてそこだーかい。それじゃ離脱、楽しかったかいフラン。楽しかったよ、ウプ主。今度の訓練の後が楽しみだよ。ブルーインパルス機を入手するよ。次回もお楽しみに。楽しみにねー。